おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。2月20日、月曜日、とも引き、えー、今日は新月ですね、えー。旧暦で2月1日、昨日ですね。えー、伊勢神宮の 赤服では、一日も、昨日もち、あの、一日だけ違うんで、赤服がね。随分人が並ぶんですけど。今日の俳句もいいですね。てふてふや、遊びをせんと、あが生まれ。あ、ちゃ、ごめんなさい、訂正。てふてふや、遊びをせんとて、 あがあれぬ。あがあれぬ。てふてふっていうのは、蝶意味する歴史的仮名遣いで、蝶っていうのは、いろんな蝶の総称で、蝶っていう蝶はないそうです。あ、これもいいですね。 解説もいいです。テフテフも遊びをせんとてに叶った表記。テフテフって書いて、蝶々って読むんですけどね。蝶々や遊びをせんとてあがあれぬ、えー。遊びをせんとて生まれけんと言える人は遊びでないところを精一杯やってきた人です。違いますか <laughs> いやいや失礼しましたちょっと図に乗りましたあのここのところ <laughs> いいあのそれこそ調子に乗って23日、えー、舞い上がったようなえー 妄想を繰り広げてきましたけど今朝はですねまあその妄想がうん現実にぶち当たってるって感じかなお腹が痛い <laughs> またお腹調子が悪いんです僕の場合ねあのー、体身体感覚がちょっとおかしいんですよ狂ってるんですねで <laughs> 毒を食らわば毒まで、皿までっていうところもあるし、から、向こう水っていうとねあの、自分の体をもっと大事にしなきゃいけないのにね、と思うんですけど、お酒は今日はやめますよ、<laughs> 休館日です。先週も3日できました、休館日。えー、だから今日などが、あのー、我慢しようと思って。<laughs> パラダイスコーを飲んでは。これもいいでしょこの茶は渦巻きで。シダの模様かな渦巻き。渦巻きがいいです。と、あと金銭感覚ですね。金銭感覚はちょっとやばいですね。あの、だいぶずれてるんだなと思ったのは、 僕はあの、この前、カードのー、使えなくなったことから、神様と言い合わせたときに、どうするんだって言われて、まあ、あのー、自分で払えるところはバイト代で出すっていうようなことを言ったときに、車検のお金もじバイト代で出すって言ったんですけど、 <laughs> なんんか出せると思ったんですよあの通知が来ててそのちっちゃい字で書いてあったんであのパッと見てそう思ったんだと思うんだけどよくよく見たら1ケツバイト代3ヶ月分ぐらい全部使わないと <laughs> 払えねえやと思って朝。 危険さいなと思ったんですよでカみさんにタラッと「これどごめんなさい」って言わなきゃいけないなと思ってるんですけど <laughs>、えー、貯金の中から払うしかないなと思ってまあそれもあの自分であの <laughs> もらったんであの管理するんですけど <laughs> 大きいこと言ったからあのそこだけね <laughs> バイト代ではとても出なかった。 でそ,そこのところ、神さんは心配してるんですよ。僕の金銭感覚をね。<laughs> でもね、あの、絶対的に安心はしてるんですよ。<laughs> もう根拠はないんだけど、うまくいくに違いないっていうのはあるんです。あの、帳じ合わせであの、最終的にうまくいくと思ってるんですよで。不思議にね、財布とか落ち、落としたり、よく忘れたりとか。 でも絶対なくなったことないんですよ。どっかから出てくるんですよね。あの、警察員から <laughs> 電話かかってきたりすることもあるけど。日本ってほんとそういう面では素晴らしく、やっぱり道徳心っていうのか、公共持って生まれたの公共性っていうのかね、あの、ありますよね。サッカーの,あのサポーターが掃除して帰る。 でそれを世界の人はみんな驚くんでしょそういうのっていうのはねいい面ですよね美徳な逆にちょっとあのー、みんな迎合するから、あのー、自粛警察みたいなねえー、なんてうんだっけ大政翼3回みたいになありますよね あれはちょっとまずいでしょう。そういうとこも今来てますね。ちょっとやばいんじゃないかなって。うん、ボタンを一つこう押されるとみんなバッといっちゃうから、みんないしバンザー、<laughs> 手の上がバンザー,ーになっちゃいますよね。そこんとこはちょっと僕は本当心配してますね。 そういうわけで、その、今、現実、向き合って、僕のやってることは、うん、まあ、うん、いい加減なことなんですけど、その辺のこの、現実と、その妄想の微妙な波動調整みたいなことをしてるんかなって、は思ってます。なかなかうまくいかなくて、お腹を壊すし、 だから、こう、波ですねやっぱりね。で今日はあのー、もう朝バイト行って、えー、今日一日ないので予定がで畑仕事をしたいっていうのもあるし小説も載、えー、ってきたんでまとめの段階なんですけど。 もうちょっとあのノートっていうやつの使い方を勉強してそこに発表しようと思ってるんですけどまだしばらく先の話ですねあと絵も描、えー、きたいというふうに思ってるし今日は料理をちょっと腕によりかけて作ろうかなと思ってますまあ 落ち込んでるは、まあ、いないんだけど、まあ、あんまり調子はよくない感じですねぼちぼちやろうと思いますはい今日は短めで終わろうかな久しぶりに10分いかないあの大、ー、めに同期法 つけたのは、やっぱりドン・キホーテもね、あの、もうそう、炸裂してます。で、一生懸命 <laughs> や。最後なんか、もう読んだことないんですよね、ドン・キホーテはね。で、最後はなんか、あのー、夢だったっていうのは話みたいで。最後はちょっと残念みたいですけど。まあ、よよ読む機会あったら読んでみようかなと思うけど。 本もね、あ読みたい本ばっかりで <laughs>、うん、いっぱい溜まってるんですけど、積んどく状態で、なかなかできませんね。うん、あの何もしないで瞑想するのが一番ね、あの静かにしてるのが、えー、一番の波動調整になると思うんですけど、僕の場合は、座って瞑想っていうのは、あのあ10分過ぎちゃった。<laughs> <laughs> やっぱり10分。だんだん長くなりますね。いや、ここで失礼します。h a ナ a nice day. Goodbye. チャンネルお願いします。うん、さようなら。ありがとうございました。